おっすおっす、今日も炭酸がうまいということで、本日の動画はアイシールド21好きなキャラベスト21をやっていきたいと思います。なんでいきなりアイシールド21をやるかと言いますとですね、なんと来年のジャンプにね、アイシールド21が21周年を迎えることになりまして、その関係で、完全新作が、まあ読み切りなんですけど、少年ジャンプに乗りますと、1月29日に発売の9号に、最終回の後の話をね、乗るということで、これをちょっとね、久々に、アイシールド21、懐かしいと思って、21周年だからね、俺が9歳の頃から連載していた漫画ね、もちろん、アニメ、もう同世代なので、まあ、ただ俺は原作ちょっと読んでなかったので、この機会にもしかしたら原作にちょっと手出そうかなと思ってます。アニメの方はね、多分3周するぐらい、すごく好きなんですよ。原作全部の中からのベスト21ではなくて、アニメまでの放送、アニメまでの知識なので、その中のベスト21を発表したいと思いますので、よかったら皆さんも、好きなキャラコメントで教えてください。そのランキングじゃなくてね、なんかこうその原作全部読んだ後に多分こう順位って変わると思うから、なんかこうランキングじゃなくて、本当なんかとりあえずのベスト21。まずは、まあなんといっても主人公の小早川瀬名ですね。いじめられっ子からも覚醒してチームのエースになりましたから、もう王道ですよね。王道の展開。最初はね、ちょっと情けなかったんですけども、次第にね、こうアメフトにハマっていって、で、チームメイトと一緒にこう成長していくっていうのが本当にね、熱い展開で、もうね、必殺技のさ、もう代名詞、デビルバットゴースト。もうめちゃくちゃ練習したよね、やっぱね。やっぱすぐ影響されるからって、そういうちっちゃい子って。もう練習したよね。で、続いてが、ライモン太郎、通称モンタですね。キャッチマークスがね、おなじみの、もう決め台詞のさ、ちょっとお猿さんっぽいです。あの顔で、はい、もうキャッチに命をかけてるキャラクターで、もう小早川瀬名なので、親友ポジションであるモンタ。めちゃめちゃいいキャラしてますよね。なんだっけ、ホワイトナイツ戦だっけ、そのクリスマスボールの後の、クリスマスボールの試合か、の、王城ホワイトナイツでの、瀬名とさ、一緒にデビルバットゴーストを決める瞬間が一番好きですね、あそこの。友情デビルバットゴースト。あそこがね、やっぱ一番好きかね。なんかデビルバックファイヤーじゃなくて、俺はあそこが好きかな。で、続いてが、まあ、デビルバッツの司令塔、ヒルマ陽一さんですね。まあ、アニメではね、声優を、まあ、お笑い芸人の田村敦さんがやっているということで、もう、あの人以外の声をね、もう、考えられないぐらい、もう染みついているキャラクターで、ぜひね、リメイクしたらもう、田村さん以外の声だったらもう多分俺見ないかもしれないってぐらいすごい好きなんですけど、まあやっぱ蛭間さんって言ったらね、もう勝つためにさ、いろいろもう姑息な手とかさ、もう考えられることを全てやる、卑怯な手とかも全然使う、そこまでして、ね、勝利に執着する執念はもう天才的ですよね。一番蛭間さんで印象深いシーンとか、まあ、好きなシーンっていうのはデスマーチってあったじゃないですか。アメリカでさ、もう地獄の特訓、デスマーチ。デスマーチやった後にさ、みんなヘロヘロでさ、倒れていくんだけど、その、終わった瞬間ね。ただ、昼間だけは、なんかあったら、部屋に行くから、つって、そのままファーって行ったんですね。で、その後にみんな、うわ、すげえ、さすが昼間さん、こんだけやって、まだこう、なんだろう、倒れないのか、みたいな、言ってたら、実はその、部屋に入った瞬間に爆睡するっていう。あのシーンはね、ほんとなんか、かっこいいな。弱みを見せない、この、頭だから、本当リーダーとしてすごいなと思いました。で、続いてが、栗田良寛。もうね、副キャプテンだったから、デビルバッツの。まあ、ほんと昼間のさ、まあ、女房役、右腕みたいな役でさ、やっぱ最初見た時は、なんだこのふざけた体型のさ、まん丸いさ、もう頭がクリになっててさ、なんだろうこいつみたいな感じでさ、最初思ってたんだけど、気は優しくて力持ちっていう言葉が一番、こうね、体現したようなキャラクターだよね。気合い入れる時の掛け声とかも、やっぱよく真似しましたね。ふんなららっつってさ、あの瞬間さ、目がポワーっと燃えて、もう筋肉がガッツンってなってさ、ドーンっていくのさ、ね、ちょっと語彙力弱いんですけど、感じがすごいやっぱ好きで、ほんと優しかったよね。ああいう先輩いたらちょっとね、多分甘えちゃいますね。で、続いてが、武蔵ですね。とても高校生には見えない高校生なんですけど、めっちゃすごい老けてるんですよね。で、まあ、あることがきっかけで、まあ、しばらくチームを離れていたんですけど、まあ、昼間と栗田と、同級生、そして親友でもある彼。はい。そしてさらには重要なポジション、キックだっけ?キッカーだっけ?ここを担当してるやつで、もう本
当にもうクリスマスボールかけた試合でやっと確か来たよね。確かスパイダー戦の時に駆けつけたんだよね。ほんとやっと。でそこでまあかっこいいさキックをかますんですね。確か異名が60ヤードマグナムっていう、まあ昼間からね、あの勝手につけられた、あのそんないけるわけねえだろみたいな、ハッタリもいいところだもん。いいんだよ、ハッタリなんだからビビらしとけみたいな。まあ実際それに近いぐらいのね距離叩き出すからすごいよね。やっぱあのキックする瞬間のあの気合のあの入れ方が好きなんだよね。うわー、なんかすごい、ほんと魂込めて蹴るみたいな、あの力強さがすごい好き。あとはよく、まあ、見た目が老けてるからさ、親父ネタか、親父ネタにされるのがすごい面白い。で続いてがハーハー三兄弟。まあこれ一人じゃないんだけど、あの今回ちょっとまとめちゃったんですけど、本当はねあの3キャラいるんだけど、まあ十文字をはじめ黒木とトガノっていうこの3人がいるんですけど、まあ本当ね一セットでいいと思うぐらい、本当このまあハーハー三兄弟、まあ、通称ハーハー三兄弟って言うんですけど、あのやっぱこの不良がさ、まあ、最初昼間にさ弱みを握られて、まあ渋々参加してたんだけど、不良がこう構成するじゃないけど、なんかほんと仲間になってさ、スポコン野郎になってさ、めっちゃ面白いよね。まあ、ね、ははみたいなさ、兄弟じゃねえみたいなね、あの鉄板ネタもいいんだよね。ほんとあれもよく真似したよね。で、続いてがデビルバッツのマネージャー、まあ今作のヒロイン、姉崎守、まあ通称守り姉ちゃんなんですけどね。まあスタイル抜群で、さらに頭もよくね、こう、マネージャー業も完璧な上に、さらには外からの情報をね、分析して、昼間とのタッグもね、すごかったし、セナじゃなくてさ、その昼間となんかカップリングしたのがちょっとなんかすごかったよね。あ、そこセナじゃないんだ、みたいな。昼間に行くんだみたいなね、ちょっと当時ざわざわしてました俺。あれそっち行くんだみたいなね。あとこうさ、やっぱ完璧なんだけどちょっと可愛げのあるところで言うとさ、シュークリームがめっちゃ好きなんだよ、守り姉ちゃん。そのシュークリーム屋さんでシュークリーム選ぶときにめっちゃ真剣な顔して、これお願いしますってピンっつって、このシュークリームクリームの量が他のあのシュークリームより多いです。すごい目利きなんだよ。シュークリームになるとすごいなんかもう人が変わっちゃうみたいな。そこもなんか可愛げがあっていいよね。続いてが雪光学ぶですね。まあもうほんとデビルバッツのリーサルウェポンですか。もう秘密兵器だったわけで。マジで、本当に、もうずっとね、試合に出させてもらえなくて、運動してこなかったっていうことで出してもらえなかったんですよ。ちゃんとデスマーチにも参加して完走したんだけど、それでもやっぱりね、出られなくて、ずっと日の目を見てなかった選手だったんですけど、まあ、なんとね、優勝候補筆頭の、新龍寺長戦でもう、大抜擢。もう足ガックガクしながら、初試合がまさか優勝候補、全国大会1試合目だよね。それでさ、行ってこいつってさ、みたいな。あのさ、フィールドに入った瞬間に周りの人の感性で重圧してこう腰抜かすシーンとかもすごい好きなんだよ。情けないんだけど、確かにフィールドの線をこう一個隔てたらもう別世界に。で、そこでさ、まあ、やっぱ最初うまくいかないんだけど、なんとあの新龍寺長に一泡吹かせてさ、大活躍するとこももうね、今までのさ頑張りがもう実った瞬間でもう大興奮だよ。で、続いてが、立つ夏彦ですね。もう、このキャラクターは実はもう大好きで、器用貧乏なんですね。もう何でもできる。投げることもできるし、こう、なんて言うんですか、ディフェンスもできるし、走ることもできるって言って、もう本当、まあ、ただ、ナルシスト、めちゃくちゃナルシストで、バカっていう、このね、なんとも言えないすごい面白いキャラクターでさ、愛されキャラだったよね。めちゃくちゃ好きだったんです。石丸哲夫ですね。もう存在感がないでおなじみの石丸先輩。まあアメフト部じゃないんだけど、陸上部からのなんか助っ人で、こう、結構ね、居続けたキャラクターで、当然ね、陸上部ということで足が速いんですよ。まあ、ただその分存在感のないっていうキャラクターずっといじられててさ、そこがね、また面白いんだよね。結構地味に好きなキャラクターですね、石丸さんは。で、続いてが、新清十郎ですね。努力する天才。主人公の、まあ、永遠のライバルと言ってもいいね。名前もかっこいいよな。新清十郎だよ。進む、清い、銃の、ローだよ。もうかっこよすぎね。見た目ももう、武道家みたいな、がっしりしてる感じ。もうこんな、もうかっこいいんや。単発でさ、マジでさ、己を極限までさ、鍛え上げて、さらには天才的なセンスもあるのに、
努力を惜しまない、もう隙がない、もうこいつにどうやって勝つんだみたいな。同じ天才肌のアゴンさんとはもう対局。アゴンさんはもう天性の才能に、まあ、怠けてこう全然の練習とかしないんですよ。なんだけどシンはもうゴリゴリに練習、もうほとんど練習しかずっとしてないみたいな。ずっと筋トレしか してないやつなんですよ。でまた可愛げがあるのがさ、あの機械音痴なんですね。もういざ機械渡すとぶっ壊すんですよ。なんだろう、携帯とかなんか渡すと、あ、え、壊れたみたいな。すごい握力で壊してるのかもしれないです。なんかこう無理に動かしてぶっ壊すんですよ。とにかくそれがまた面白いし、あとなんだっけ、多分アニメオリジナルだから、なんか学園さんみたいなクイズ大会の時に飾り付けでさ、牛のこういう角みたいなのがあったんですよ。でそこでずっとあの片手懸垂してるんですよ。もうこれがシュールでシュールでめっちゃ面白かったんですね。で続いてが桜庭春人。もうめちゃくちゃイケメンでさ、確かアイドルだっけ。でポテンシャルはあるんだけど、運動神経はいいんだけど、そのまあ、同年代、まあ、同世代に、まあ、新清十郎がいるわけで、バケモンがいるんですね。だからそれがさ、なんかこう壁になってさ、その壁にぶち当たるわけですね。すごい、なんだろう、持ち上げられてるんだけど実力がないから、まあチーム内でちょっとこう肩身が狭いみたいなね。実力ないのにこう試合に出してもらってるみたいな感じでさ、でそっから挫折しないで、この芯にもう負けないぐらい努力して、そっからこうやっぱ努力が実る。まああのクォーターバックのあのメガネさんともね組んでさ、エベレストパスっていうとんでもない技をさ、あの引っ下げてさ、めっちゃ活躍するんだけど、そこもさやっぱいいよね、なんか努力型の主人公みたいな。で続いてがキットですね。本名確かあったと思うんですけど、まあ、通称キット、ワイルドガンマンズのね、まあ、司令塔です。で早打ちのクォーターバック、めちゃくちゃかっこいいんだよねキットは。うん、なんかもう冷静で、もう司令塔、もうザ司令塔みたいな。ヒルマさんとはこうちょっと違う感じのさ、天才肌にさ、まあかっこいいんだよね。投げ方もさかっこいいんだよね。ビューンみたいな、こうじゃないんだよ、こういう投げ方するし、あとはこうなんだろう、バーン、え、この投げ方でさなんであんな速いのみたいな、バーンみたいなさ、まあそのなんだろう、早打ちのリボルバーをさこうねオマージュしてると思うんだけどさ、あの投げ方であのスピードはまずありえなくねみたいなね、ガーンみたいな、ピュン、まあかっこいいんだよねやっぱキット。で続いてが鉄馬さんですね。まあキットとブラも鉄馬も黄金コンビですね。ゴールデンペアが、ゴールデンペアですよね。やっぱ言動とさ、まあ、行動とか見た目からしてさ、まあ、ちょっとギャグキャラなんだけど、もういざキットと組ませたらもうとんでもない化学変化を起こす、めちゃくちゃすごいやつでさ、まあ、クソ真面目ゆえに、それが強みでもあるし弱みでもあるみたいなね。もう命令通り、遂行するんですよ。だからここ行けっつったらもうまっすぐそのまま行くし、まあ、それがちょっとね、悪い方に進んで、試合に負けた時もあるから、まあ、なんともねちょっとね扱いが難しいキャラクターなんですけど、めちゃくちゃ面白いんです。あの走り方もね、鼻息荒くしてさ、このなんか電車みたいな感じでブーンつってさ、でパワーもすごい。で続いてが佐々木浩太郎ですね。スマートだぜっていうやつね。もうスマートだぜがもうなんかもう決め台詞でさ、すごいうるさいんだけど、まあなんだろう、キッカーだっけ、キックのさめちゃくちゃすごいやつでさ、まあ確かね、あの武蔵より確か遠くに蹴ってたよね。とにかく極限までこうキックをこう磨いてるキャラクターで、まあビジュアルも好きだし、スマートだぜっていうね決め台詞も好きなんで。で同じチームのね、赤羽隼人、はい、まあ俺原作全部ちょっと読んでないのでちょっとわかんないんですけど、まあとりあえずなんか本物のアイシールド21って、自分でこう名乗っているキャラクターで、ちゃんとこうアイシールドつけてるし、背番号も21だし、で実力もめちゃくちゃすごいね。結構実力的に言うと作中結構トップクラスでね、相手の重心をこうねうまく活かしてぶっ飛ばすやり方とか、あとはランフォースだっけ、相手をこう誘導するっていう、もう神テク、とかを使う、もうほんと天才、万能の天才みたいな。でさらにビジュアルもいいから。で続いてが金剛アゴンですね。新龍神ナーガの、まあ、エース、傲慢の化身みたいなやつでさ、もう全然練習してなくてね、まあ、ただ100年に1人だっけ、10年に1人だっけ、100年に1人の天才みたいな感じの、ほんととにかくすごいセンスの持ち主で、まあだけど性格があれだから、まあ油断満身、まあそれがねこうまあちょっとね影響して、まあ試合に負けちゃったんですけど、それでもねやっぱあのアゴンさんのビジュアル、あの荒々しさ、まあちょっとドキュンみたいな感じの
キャラクターなんですけど、あのやっぱ天才的な実力にはやっぱね惚れ惚れしますよね。はい、そして同じチームの細川一休だったよね、うん、確か一休っていう、まあ、あのアゴンさんが唯一、まあ、チーム内で認める天才で、まあ、なんとねバック走行しながらこうキャッチするっていう、バックこうだよ、バック走行ってこうだよ、バックしながらこうボールをこうキャッチするっていうね、まあ、アドバンテージってこう背中で走ってるんじゃなくてこう バック走行してるからどこにボールが来るかっていうのがこう、見えるわけです。で続いてガオーリキアですね。でアニメ組の俺はこのガオーが出てきてさ、まあ、太陽スフィンクスをボコボコにして確かそこでアニメが終わるんですね。なので主人公たちの戦いを見ていないキャラクターなんですけど、それこそ出番が1話とか2話ぐらいのキャラクターなんですけど、まあ、ただあのスフィンクス戦での武装ね、吠えた時のさ演出めっちゃ好きで、グワーつってさ、まあティラノサウルスが吠えるみたいな演出してさ、もう会場中がさ風圧でボーンってなってる、あのシーンがめちゃくちゃ好きだし、マウスピースをさ普通のやつだとさゴリゴリに噛み砕いたり、特注のっつってさ金属にマウスピースをはめたり、あとは軽トラックをさ片手で止めるあのシーンとか、いけちょっとぶつかった、めちゃくちゃこいつかっけえなと思いましたね。パワーだけでさあそこまでさやっぱ敵を圧倒する、もう力こそパワーみたいな体現してるキャラクターにさ、いやこいつとの試合見てーと思ったんですけど、まあアニメはちょっとね、魔王城ホワイトナイト戦までだったからちょっと残念ですけど、で続いてが家計春、はい、確かポセイドン、巨神ポセイドンだっけ、巨神だっけ巨人だっけ、巨人ポセイドンの、まあ、エース的な存在の、家計春君、はい、まあ見た目が好きですね、このキャラクターは。はい、でかいし見た目がかっこいい。でラストに、パンサーですね、本名確か違かったんですけど、まあ、通称パンサー、無重力の足を持つ男ってね、当時見てた時思ったんですけど、無重力の足だったらお前飛んでいくやみたいな、そういうのをちょっと思ってたんですけど、まあ、そういう意味合いで言ってるわけじゃなくて、まあ、なんかこうなんだろう、重力を感じさせない、まあ、なんだろう走りみたいな、そういうニュアンスだと思うんですけど、パンサーもね、やっぱ、ずっとさ、まあ、監督の命令を一回無視してさ、行動しただけでさ、ずっと試合に出してもらえなくてさ、まあ、その監督がね、天才が嫌いなやつだったんですよ。はい、そういう意味で、ずっとね、試合に出してもらえなかったんだけど、まあ、ついにこう、試合に出してもらえて、で、活躍して、まあ、ちょっと不遇な選手でもあったんですけど、こう、もう、めちゃめちゃいいやつじゃないですか、パンサー。でね、こうセナのライバルの一人でもありますから、はい、ということで俺の中のベスト21でした。よかったら皆様がね、なんか好きなアイシールド21のキャラクターいましたら、ぜひぜひコメントください。そして俺は原作に手を出してちょっと、ね、読み切りまでは間に合わないと思うんですけど、まあどっかでねちょっと読み切りも、読んで、またねちょっとアイシールド21のちょっと違う動画も出していこうかなと思いますので、よかったら、チャンネル登録とグッドボタンしてくれるとすごく励みになります。ではまた次回お会いしましょう。つおつ、バイバイ。